私シンクに憧れちゃって、コスプレ衣装買おうかなって思いました。水銀灯も狙ってました。まだ日はないで、でも見たその子は愛なんて、羽のように軽いささやいて、パパより優しいゼロで暗い覚悟が、あるらば百万のバラのベッドに埋もれ見る夢よりも何がしく、私は生きてるの。どうすれば醜いものがはびこったこの世界、出会えずに羽ばたいて行けるのか。一人眉の中学び続けても、水晶の星空は触れないで、そう触れる時は離れすぎと甘いため触れてもいい、この深い胸の奥にも届く自信があるならば、秋葉の星様なんて信じてるわけじゃない。ガラスケースに飾られた純潔は滅びゆく天使たちの心臓と、また明日も目覚めるたびに百年の時を知る眠れない魂の茨姫。しずくの地に愛魔が信じてと思い知るの。まだ行かないで、つけある機会で過ちに気づいてしまいそう。柔らかなぬくもりだから、これどうしよう。また溺れてくる涙の意味さえわからない。